いやあ、刹那啓介だよ。めんどくさいレジェンド、別名めんどくさいをやっていきたいと思います。怖くないならぬめんどくさいっていう、そんな感覚がこのゲームにはあります。右から話してかけていったろう。サイコロチューンだ。俺は今スイカを食べたい気分だ。旬じゃないのになスイカの旬じゃないのにな、過ぎたのにな。旬は確か不思議がグネだってか、なんだかっていうやつがレアドロップするらしいぜ。じゃあスイカを、そうだな、5個持ってきてくれ。頑張れよ。5か、わかったよ。レアドロップってつまりレアドロップ、なかなか手に入らないってことだよな。本当だよ、大変そう。クソやろ、運要素やないか。しかも9人で5個とかさ、1人当たりの大きさでかいんちゃうんか。もっと少なくていいんちゃうんか。9人おるけん3個でもう3分の1に分けて食えばいいやん。あ、後ろの女の人にも食うんか。女の人も食うんか、もしかして。だからなんつうか、半個分、1人半個分あたり。あ、それでも多いわ、それでも多いわ。こいつやな、あの不思議学年だったっけ。もう名前が覚えにくいし、喋り言いにくいしやねんな。うん、うん、お前思っとんだろ。俺は絶対世界一の死にモンマスターになってやる。あ、ちゃうちゃう、そうじゃない。俺は絶対世界一の死にモンマスターになってやる。ちゃうちゃう、お願いがあるんだけど。ん？何ですか？不思議ガグネ、不思議ガグネと戦わせてほしい。パート1に倒したばっかやけどね。パート1やっけ？何？再戦か。いいぜ。死にモンマスターになりたいからな。死にモンバトルちゃうけどな、これ。異種格闘技戦やけどな。2体持ってたりしないよね。え？持ってるけど。やったー、やったー、戻ったわ。交流と良くしたいから。2体一度に戦わせて。な、何言ってるんだ。死神モンスターに起きて、それは必ず1対1で戦うことだ。うん、死神モンスターはそうかもしれんけど、これ異種格闘技戦やけん。レアドロー狙いなんで効率で求めていきます。ちょ、やめ、何をするだ。無理やり同じ、全く同じのが2体に並んだのだ。シュール、このジジイみたいな顔のやつが2体に並ぶってすごいな。特にないんだろ。じゃあ殴るしかないわ。あとは運任せないよな。レアドロップってことは絶対出てこん時あるんだよ、これ。しかも1体に5個いるってことはさ、絶対この戦闘じゃ無理だろ。お金めっちゃ手に入るよな、これ。無駄にスイカを手に入れた。1個だけなんだ。また来ました、戦います。軽っ。もう軽いな。ちょ、やめ、無駄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 。無理無理無理だろ、そこは。よっしゃー、これを永遠と繰り返して5個集めるってことやな。おっ、幸先いいぞ。めんどくさくない、いいになってきたぞ。もう全部の攻撃が繰り出るようになってくれた。あー、当たらんかった。めんどくさいいやな、もうこれは。結局さっきと同じ4回攻撃だったな。あー、ドロップせんかった。あ、セリフ変わっとった。まあ変わらんだろうなと思って。あー、ちょっと HP やば、気づかんかったけど HP やば。よっしゃー、倒せー。クリティカル、クリティカル、ブー、危ない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 、危ない。本物のめんどくさい E が出てくるかと思った。あぶな、あのお坊さん重宝されてないか、今回のパドから。このあのこんなとこにおらんでもいいやろうな。わーいわーいわーい、邪魔だー邪魔だー邪魔だー。うん、なんこれ、なんかおる。ワンワン、蹴飛ばしてくれるワン。しかしこの能力の決定は一度切りますと思う。しばらく俺の体が消えちゃうことだワン。わー。無駄な抵抗しやがって、無駄な抵抗な。邪魔じゃお前、邪魔じゃお前、バカバカ。消えたんやろ、あれ。決定は一度蹴飛ばすとしばらく俺の体が消えちゃう。あ、つまりじゃあ、あの子供に邪魔されるように行けってことか。よいしょ。あれ？どういうこと？え？一度蹴り飛ばすと、しばらく俺の体が消えちゃう。しばらく短ない？え？忘れとったわ。このゲームダッシュあるんだったわ。しおみさんの生放送でダッシュあるってことを知ったけんな、俺は。あー、ダメ！お前につかかったらあかんのじゃ。どけお前。あ、どけお前、どけお前、どけお前、ほら見てみよ。
ほら見てみや、犬がおるでないか。そう、つまりダッシュしなあかんけど、あーし、いけるいける、あーす、あーす、ざまみろボケもうテンション上がりすぎて、もうさ暴言食い出すからね。止まります。このおばさんの存在意義が今ようやくわかったわ。なんで寝れるんかなって前から前から思っとったもんな。でこいつこうなったら飛ばすのはラッキーかと思ったら、このぐらいに飛ばしてくれたらいいのにな。このくらいに子供の残してこのぐらいに飛ばしてくれたらちょうどよかったのにな。よしじゃあもう一回やるわ。これな、ちょやめ、だから断る、断れないよバカ野郎、出てこない。今回のめんどくさいポイントは来れないよな。何気に回復がめんどくさいんやなあ、でも慣れたわ。なんかもう若干慣れてきた気がするわ俺。何気に戦闘で結構お金入るけんさ、この寝るための金額に関しては問題なしなんやな。了解した。もうちょいさ飛ばしすぎないよ。もうちょい手前に飛ばしてくれたらいいのに。もう一回じゃこら。いやードロップすぎだろ、なかなか手入らん。もうすごい慣れてきた、もうすごい慣れてきたよ。こいやー、きたー、2個目、ようやく2個や。なあババア、あの犬の手前まで来てくれへんのなあ。寝る、3個目。よいしょ、おっとっとっと、もうこいつ赤信号みたいな、あー、こいつ赤信号みたいな感覚でおればいいんだ。よしな、お前ほんと飛ばしすぎやけん。そんなんじゃゴルフ界生き残っていけんよ。まあお前がゴルフするかは知らんけどさ。よっしゃ、4個目、いいぞ。レアドロップって言いながらそこそこの確率では手に入るぞ。やあ、連続で5個目出てきた。やった。もう用はないわ。やった、これで揃ったぞ。ありがとう、トレーナーさん。てめえは俺を怒らせた。ちょっと、HP、あかんよ、これ。HP あかんよ。ちょっと待って。4個目取ってからセーブしてないんやけど。3個に戻るんすけど。お前よくもやってくれたな、死にもんトレーナーに実見せてやるぜ。今ちょっと受けんかった。やばい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 、なんかこいつこんな見た目だった、こんな見た目だった。こんなもジムとか行ってやさ、門前払いくらいは、むしろ警察に通報されるわ。どくらいだ、受けてない。何これ、これが回避。おお前、そこまでめんどくさいにするか。お前当たれ当たれ、当たった。ちょっと待って、そこは当たっちゃダメなところちゃうんだ。ちょっと、なんだ今のは。面白いフラグ回収の仕方したな。手間かけないでトレーナーさん、もしかしてそういうパターンのやつだったんかな。あんなすぐには当たりませんようだみたいなこと言った後にすぐに当たるようなシステムだったから、最初からごめんな。てかこいつさ、いくつほどあの不思議だがなんだ、不思議だねのパクリみたいなやつ、いくつほど持っとんだんだ。いつより持ってる手持ちは6匹までっていうルール知らんのか。まあ、死ぬもんやけんさ、もう無制限ってルールあるんかもしれんけどな。持ってきたやん、おし、スイカ5個持ってるだと、すげえだろ、すごいだろ。
ちなみに今収録時間17分になるところです。結構短い時間でできたね。もう満足だろ、さすがに満足だろ。まあまあ満足、一本満足、あちゃわ、一本満足じゃないわ、五個満足、はい、まあまあ満足、一本満足、ピー。あ、いろいろ迷惑かけたな、でも楽しかったで。うん、僕だってめんどくさかったけど楽しかったような気もするよ。結局あんた誰なんだ、9人もおるけど。なんなおそ松くん超えとるもんな。僕は天使さ、人間と天界をつなぐエンデル。人間と天界をつなぐんはいいけどさ、あの俺の堪忍袋っていうつないどうもんが切れたわ。さあじゃあな、とある国の王子様。天使っぽいこと何もしてくれなかったな、迷惑な天使もいたんだなと思った。トゥ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 ってエンディングになったらいいんやけどね、エンディングじゃないんだよね。この人誰なん、お母さん、これはどんな声でしょう。これはのののの の王子、わざわざ私の部屋まで足に運んでもらうとは、何か急用でもございましたか。いやあ、騎士団長、あ、騎士団長なんだ、女の人なんやな、騎士団長。 SAO のアスナっぽい感じやな、なんかあの人は副団長やけど。え、王子、副団長は、騎士団長はやめてください、私と王子の土地は2つしか違いませぬ。なんか俺と違ってすごいことしてるから名前で呼びづらいっていうか、身に余るお言葉です、王子。王子は多分何もしないんだろうな、多分自分の部屋でヨーヨーしてるだけなんだろうな。しかしどうかここはこの若騎士団長の願い聞き入れてくださいませんか。お、まあいいよ、かわいいし、うん、まあ聞き入れていいよ、かわいいし、わかったよ、フレンダ、フレンダって名前なんじゃ、いいね。何がいいかっつったらもう感覚やけどね。感謝します。して王子、今回は何用にございますか。いやー、実は、あ、何用でございますかって。フレンダが俺になんか、なんか条件として何々してくださいみたいな続けるんかと思った。そうじゃないんやな、俺の勘違いか。僕さ、欧米的なノリで父さんのその本を捨てに行ってこいって言ったんだよね。やっぱエロは伏せるんやな、相手が女の人だけ。それはまさか。え、まあまさかって。なななな、王子、ついに会社同級が出たということですね。これまで出たことなかったんかい。箱入り娘にならぬ箱入り息子か。ああ、うん、エロ本のこと知ってるのかと思った。あぶねえ、あぶねえ、この女の子机の下とか見る趣味あったんかなって。だとしたら王様にバラしてみ、こいつクビになるぞ。騎士団長から一般平民になるかもな。よかった、本当によかったです、王子。私もまだ幼い頃から王子と背丈を比べるように一緒に育ってきた身、騎士団長である私のみが外の世界を知り、王子はこのままでいいのかとずっと不安に感じていましたが、よもやこのような日が来るとは、来ようとは。どんだけ世の中にこもっとったんじゃ。それ外のいい世界に出させてもらえんつうか、自分が出んかった、つまりニートじゃないのか。まあ父さん過保護だよね。とは言っても急に外に出て裏山に行けって言われても、それはさすがに急すぎっていうか。裏山に行かれるのですか。魔物がいるのは分かってるよ、だから危険だって理由で今回は護衛を一つにつけていくことになったんだ。王子の発害者の護衛、裏山、裏山、え、いえいえ、裏山七人なんて、そんな、あ、ダジャレじゃないや、ダジャレのつもりで言ったんじゃないわ。思ってないんですよ。うん、よくわかんないけどさ、フレンダ、僕と一緒に来てくれない。え、私ってよろしいのですか。うん、かわいいもん。そりゃあまあこの城で一番たくましく守りに使えるのはフレンダだし。私をそのように評価していただけるとは。まあ、最初はメイドの子を連れて行こうと思ったけどさ、若干見よったらこの子の方がかわ、いや、メイドの方がかわいいわ。ごめんな、フレンダちゃん。ぜひご一緒させてください。全力で王子の期待を答えに期待に応えさせていただきます。そっか、ありがとうフレンダ。
めっちゃテンション上がってるね。はい、フレンダが仲間になった。ではせっかく仲間になったんで、フレンダチェック、フレンダチェック、ステータスの方を見せてもらいます。うわ、レベル高主人公情けな26やってさすが騎士団長です。いろいろあるな。まあこの辺りは別に突っ込むところないな突っ込みたかったけどな、なんかあってさ、王国直属の騎士団の家系に生まれた少女、幼い頃から剣技の鍛錬を行い騎士団長に任命された。うん、そうなんだ。くそ、突っ込みどころなかったわ突っ込みどころを期待しとったのになかったわ。あ、でもなんか普通のステータスの面では特に若干高いぐらいの感じだな。の王子と比べて若干高いぐらいなんやな。セブトコ、まだ先に何かあるかもしれん。一応このパートはちょっと外に出てちょっとしたら終わりにしようかな。そうだ、肝心のエロ本を持っていない。確かに、あの執事、いい加減場所教えろや。ん？忘れ物にございますか？ああ、トイレに行かなきゃ。でも行けるん、女の子一緒に行っちゃったよ。どうするこれ？場所どこにあるんだろう？それをまで探さなあかんのかって話です。それにしてもね、この執事、つくづく融通きかんね。俺が王様だったら、つか俺が王様になったら、こいつの頭バリカンで剃ってやるのに。よっしゃ、ようやくや。まだ今度こそな、エロボンを渡さんとか言ったらあかんよ。ユンカーイス！くそ、勝つぞ。あ、そうか、そうか。あ、俺 HP 少な。フレンダがおるけん倒せるかもしれんのじゃ。そうじゃ、フレンダやってくれ。あ、ダブルセルしよう。また使えんの。魔法もあるんじゃ。回復してくれる。回復してくれ。いつのことだけ回復しといて。いいっすね。よっしゃ、いけるぞ。これ、フレンダなら勝てるぞ。よっしゃ、ああ、そこにダメージ与えてもいいんじゃない。あ、ステータスそんなに違うもんな。いけるわ。なるほど、倒すん。のの、死にそうになってる。うまいしかってよ。HP 回復。便利やな、フレンダ。騎士なのに回復魔法も使えるんだ。こりゃ、優秀やな。雇ってあげたいわ。鉄の圭介の家に一人雇ってあげたいわ。雇ってあげたいって、俺がすごい偉そうなこと言おうし、俺に守ってもらうほど重大な人間ちゃうけどな。くそ、とにかくこいつ強いぞ。さすがというか、執事やけんな。さすがやな、執事さんよ。くそ、さすがに口当てろ、もうじじい、お前。いくつか知らんけど、じじい、お前。だいふと思った。僕はふと思ったよ。このジジイが今手に持っていた青い本、魔導書じゃなくてエロ本じゃないのかって思ったね。どうでもいいか。よっしゃー、くわー、死に方がボスチックじゃないか。お前本当にこの城の人間かってちょっと今は一瞬思った。怖い怖い怖いわ。よっしゃー、じゃあ次のパ、あ、そうだそうだ、さちゃんとこの手前に立ってここでセーブ、うん、次回からめんどくさないようにね。はい、というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。仕上げ。なお今回のパートの収録時間は27分だ。